しい振る舞いをしているんだろうな。しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤間さん、僕にお願いしに来た以上はもっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心、こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でも、あれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのため、おう！ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では、書稿は私の交渉をもとに沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においてはきっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。はあ、あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑って。いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つタタラスナの話をしてくれないだろうか。けどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地、もしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する捜索。ちょっと待った、沢田先生。最初からそれもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では三越長政という人が良い刀を打ち出したことに。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に、資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。そうだ、赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろ、僕もそう思ったのだ。だから
当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと、いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことが、当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は丹羽という官僚だったのだが、お、失踪したやつがもう一人？まさにその通り。しかも丹羽という名字、これがただものじゃない。稲妻の精錬鋳造の名門を知っているか？精錬鋳造と言い、おや、よく知っているな。なら話は早い。この丹羽というのが、あの一神殿最後の後継者である楓原家の縁戚だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家、沢田先生、一番、おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。し、もったいぶらないで。赤羽さんの恩師の資料によれば、人形？おや、おくた、なあ、いやいや、ただ人形なんてものが物語に出てくるの。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族。
ぜひ私の論文。
沢田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほし、沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えば論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか。おいらてっきり、赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の、しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大で、はあ、それもそうだな。まだ用事があるから先に行くぞ。ありがとう。もしこの件、おい、さっき言ってた件だけど、じゃあもし何か分かったとしても参考として教えてあげたって。残票のやつはオイラたちに倒されて、オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてった、あれあっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められて、旅人にパイモン来たのね。ナヒーラ、さっき外で残票が堂々と歩いてたのを見た。あいつは閉じ込められてやはり来たんだね。おい、なんでお前がスラサタンナ戦車にいるんだ。あなたたちが気にするのもよく、残票の釈放は私の意思によるもの。取引？スメールがどうして僕を生かしたと思う？なら、なぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ！ナヒーダがお前にはまだ謎があるって。じゃあその謎がなくなったら、さっぱり手を下せると。おお、それは成長したね。ついに優柔不断を捨て去ることができたんだ。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。ナヒーラ、こいつに騙されちゃダメだ。君みたいなやつはなかなかい。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても。もちろん。君はあの博士とさえ取引したほどだ。ええ、彼の手からこの前の一戦で残票の力はほぼ消耗した。それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって。ちょっと待てよ。だってできれば私もそう言いたくはないのだけれど、世間の大半は利用する者とされる者の関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって、僕が一部からの信用ファデュイ内部は僕の用途、この間話し合ったように私は命を傷つけることが、見ての通り目の前の二人はもう反対を表明。当たり前だろ、ナヒーラ、こいつのデタラメを聞いて。ではこのことはまた、とにかく今日のことは試み。わかった、僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて、連絡は取り続けられるように。ナヒーダ、今回決めたこと。ええ、というよりこの決定を下そう。私あ、そうだぞ、今日お前、ええ、
あの時ファデュイの方ではあなたの血縁者の情報を、もしかしたらファデュイは私すら知らない。もう少しで新たな神になれた彼は権能を与えられ、世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で、だからこの方面に詳しい残票に私の代わりとなって。そうだぞ、とにかく。わかっているわ。未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まった。私たちは何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに残票に用心することは私がスメールの神としてすべきことでもある。あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、そう遠慮しないで。あなたはスメールの英雄だもの。これはそれにふさわしい報酬よ。でもやっぱり安心はできないぞ。何かオイラたちにできることはないか。あなたたちに連絡しようと思ってたの。でもその前にあなたたちが私のところまで来た。彼は一種のテレパシーと言えるわね。実際あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりに残票を監視するように。力がほぼ失われたとしても残票は執行官、あなたが彼と一緒に行動してくれると。もちろんあなたたちが世界樹を進むためのガイド。うん、準備をして。もうすぐ世界。おー、世界樹のある環境は前とだいぶ変わったな。色が穏やかになったのは今のスメールが平和だからだよな。なんだ君たち、もっとのんびりして。こいつ囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の聞き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体はうまく合流できたよ。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは通常エリアと違って世界樹の内部には情報や、あなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど、世界樹に入ってからは内輪もめは絶。わかったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくは気まずいのはなしにしよう。クラクサナリデビトの約束通り僕が先陣を切る。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？なあ、もうこいつの口の聞き方嫌だぞ。しつこい。ふん、始めていいよ。世界中へのアクセスを許可。これってもうこいつ、オイラたちもすぐ追いかけよう。それに世界樹はテイワット大陸全体と密接に関係し、驚いてばかりで時間を無駄にし、なんでかわからない。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知で。なあ、情報の検索だけど許可するわ。行こう。しっかりついてくるんだね。想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ。安全のため僕にしっかりついてくる方がいい。世界樹内部の情報だ。勝手に触るな。
まり変わらないな。通りで迷子になりやすいわけだ。こいつ本当のこと言ってたんだな。またオイラのことを笑ってるぞ。何なんだよあいつ。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちら着いたよ。でっかい。クラクサナリデビ。あの場所に着いたはずね。準備はどう？いつ始めてもいいよ。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。スカラマッシュのやつ、まさか本…後のことは頼んだわ。新しい発見があれば。ああ。うい、オイラたちは逆に旅人。タイモン。そうよ。タイモン。頭の中で直接…そういう風に理解してもらう。ああ、新鮮。そうだ。さっきから聞きたかったんだけど。言ったはずよ。彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の…もしかすると、彼は今日…さすがの思考ね。緻密でか…彼の心のあの部分に触れたなんてね。オイラてっきりああいうやつは怖いものなんて何も。人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよ。人形といえば今日教練員の前で論文について議論しているやつらを見たぞ。あいつらのお題はなんとタタラスナで起きたあの謎の事件や。本当か？あいつらから聞いた話だと、タタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあっ…あら？面白いわね。まさかあいつら結構当たってたのか？少なくとも、タタラスナがかつて何かに…魂が3つも集まって、世間話かい？賑やかだね。わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっとそれもそうだ。囚人が歓迎されない。それでまだ探ってる。でも過大な期待はしない方がいい。君と君…待てよ。僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていても、今の君と僕の間に必要なのは平和さ。ん？この光。うん。無名のデータ。おい、約束を忘れるなよ。しつこいな。おとなしく待っていない。ニワ様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか？炉心に入る上で拙者より。そうですか。これは…うわぁ！タタラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、ニコシン、あなた様のいるタタラスナは温かい集落のようで、巨大な…私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。エッシャー殿、
赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておら、お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。過分なお言葉恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できる。しかし、と言いますと、今日まで物事の全てをつなげて考えたことは、新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た。はい、知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。おの、かような状況になっても、エッシャ。これはただ驚いているだけです、あなた様から。三越長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。噂によりますと、三越様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た。丹羽様がおっしゃっているのは、私に公方の職でも見繕ってもう良いであろう。拙者がここに立っているのは、炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い、その目を見れば今さらその芝居を続ける必要もなかろう。ただ知りたいのだ、ことここに及んで一体何を待っ。丹羽様、私はこの時を待っていたので、このようにあなた様の話を聞き終えてから決して。己は。私の予想、少なくともここに着いた当初はうまく偽装できて、稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あな、それでもなお、あなた様は私の正体も、このタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも、想像だにできなかった。拙者を愛。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われて。己の背後に、まだ他の勢力がいることは、遅かれ。それは無論、鑑賞と実験の、もちろん、もし気になるなら、本当の名を教えてや。ファッ、お前たちの国に少しだけ、本当。ゆえに己は、技術。お前のように身分のある人間も、私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られ、憎しみを持つほど、人間はより簡単に邪水に取り、どうせお前がいなくなれば、遅かれ早かれ、あの純潔な、拙者の心臓を彼に渡すのであれば、彼が自らを証明するために。なんと美しい理想か。お前さえ良ければ、私のことを化け物、あるいは君、丹羽様よ。楽しみに待とうじゃないか。ん？丹羽？さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道。いいね。さっきのは博士？あいつ、でもどうしてオイラたちが見たのは。博士に触れ、断片を全て取り除いたかを確認した時、彼の心の中から、こんなものは。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを。その意味は、
ち、場所を変えようぜ。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから、理解できないのも無理は。これ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎物は全ては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験、そして残響も博士の実験に巻き込まれ、その記憶の後真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それを残響に渡して炉心の中心部に予想をはるかに超える負荷だったけど、残響は生き延びた。彼は、そして職人は答えた。庭様は罪を恐れて出奔されました。そう言って職人は枯れたし、残響は想像もしなかった。自分が渇望していたものがこのような。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、そうだったのか。そうね、それを理解。ドットーレ、よくもこんなこと。庭は鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。僕を心配してくれているのか。僕たちの間にあんなことがなければ危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと。もちろん約束は守るよ。おい、まさかお前。僕たちはそのためにここにいる。ただ残念ながら世界中に降臨者についての記録がない。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。要するに収穫なし。そう焦らないでよ。なんだい、その落ち込んだ顔。え、君の妹が世界中に記録されていたのはカーンルイヤと関わりがあったからかも。そして彼女がこの世に降臨した原因は、天空が召喚に応じたからだと。天空が召喚？これは道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつて詳しいことは僕もわからない。クラクサナリデビ。え？世界中からの情報じゃないけど、僕の収穫と言える。とても価値があるわ。そうか。なら、え、お前なん、クラクサナリデビの言う通り、僕の力は残りわずかだ。君に教えた秘密は感謝を受けるに値するはずだ。僕の手を取って。こうやってか。いや、それはもう無理だ。教えてくれ。この世界で歴史が変わったことはあるかい？これでいい。何があったんだ？お前ら一瞬手を掴んでたのが見えたけど。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早く。どこへ行くんだ？おい、待てよ。好き勝手走るなって言ったのはお前だって。相変わらず勘がいいね。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。残響、それに歌舞伎者、この二つの名前は
存在なきものとなる。タタラスナで死んでいった。僕、おいスカラマッシュ、そういえば僕は虫が嫌いだ。そして今虫は誤ったところに足を踏み入れ、スカラマッシュ、スカラマッシュ、ダメだ、本当に消えたぞ。まずい。どう？あ、ナヒ、旅人にパイマン、そしてザンヒョウはスカラマッシュの仕業だ。想定外だわ。もしかして破れた時に力のい、あいつどこへ行ったん。大丈夫よ、あなたたちが悪いわけじゃ。そろそろ時間よ。出られたな。事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。ごめんなさい。ナヒーだ。あまり心配しないで。私の判断が正しければ。あ、声、なんか、とんでもないことになったみたいだぞ。歴史を変えたい？でも、そんなこと、そうだろう。どうやったら、例えば、オイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、でも、わけが、え？ドア！ごめん、うっかりし、でも、自分を消すなんてことは、どう考えてもありえないよな。おーい、なあ、もう嫌なやつだな。でもまさかそんなことをせ、オイラたち本当に何もできないのかな。なあ、寝るしかないのかな。でもおいら怖っ。いっそ、おいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。じゃあ、おいらから、それと、ジョジョジ、あと、船長賞。え？久しぶりじゃな。もちろんだ。話してみろ。ほう。
そんなことが聞きたいとかつて稲妻に名を馳せた雷電五華殿。この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。しかしその後これら刀鍛冶の家系は、じゃが幸いにも近頃楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿のわしの記憶が正しける。そう言われたら、あの時は雷電五華殿が没落したことを聞いてすごく、はあ、本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、彼は同じ雷電五、まあお前に雷電五華殿は報復？伝説によると400年以上も前、タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。造幣師の神の庭様もその陶工と一緒に、陶工の一族、彼はこのことを稲妻全体のせいにした。じゃが無力な彼はその恨みを、物語はここで終わらない。やがて彼は怒りを晴らすために、その者は百目一族の出でありながら自らの一族の職人も、じゃが楓原家と上里家の末裔や当子、そのおかげで楓原が代表する一子、まだ他に聞いておきたいことは。楓原和葉か、ちょうど気にす、その表情だと。じゃあ次の場所に出発。着いたぞ。旅人、久しぶりだ。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら。公務に行ってる。ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢どうするんだ、中に入るか。他の人だったら当然ダメだが。ありがとな。おや、そのように私を見てどうしたの。いいです、何を聞きたいのですか。あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知。聞いたか、変わらないってことか。ええ、どうだ、他に聞きたいこと。どういたしまして。あなたがとてもいい。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。私もあなたが稲妻に来られてから、様々なことが良い方、どれも普段奉行様がお食事をなさるときはいつも東馬様が、公務によってはやむなく外でお食事をされるときもあり、奉行様が言うには東馬様の料理の腕はおよその料理に、ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお嬢様もたまにご一緒されることがあります。先代奉行様と奥様が亡くなられてから、上里家ばあやの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきます。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊。それはよかった。おいらここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、おいらも食べたくなってきたぜ。もちろんいいです。じゃあおいらたちはこの辺で失礼する。うん、わかったぜ。じゃ、ええ、二人とも、もう行くのか。うん、そうか。どうしてここに。この近くで用事があって。聞きたいことがあるんだ。
もちろん俺はここ何が聞きたいんだ。遠慮当然さ、俺はこの近くを数えきれない。それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことも。急にそう言われてもな。俺の知る限りタタラスナは鍛造精錬業の中心。2回？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そう、どうやらこの2国の技術交流も歴史が。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと。おお。そうなんだよ、こいつ。ん？急に歴史。いいぞ、話してみろ。歌舞伎もの。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動を取るとか。残念ながらそのような人に会ったことはな。なーに、もう行くのか。おう、じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でも元気出せよな。遠慮するなっちゃなひ。たちは、赤羽沢田、お前たちまだここにいたのか。まあ、もしじ。いいけど。もちろん。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。とはいえ進展は。ん？僕のもいるかい？どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があった。まさか。話すと長くなる。おお、こんな。なるほど、すべての根源。はあ、これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか。わかったわかった、君の言う通りだ。だがそうだとしても僕が小説を書いちゃダメ。また議論を始めちゃったぞ。あっと、すまない。いいってこと。また何か情報。おう、残暑？表情が暗いけれど、な、旅人？そうだったの。つまりその残票という名のに。でもどうしてそいつを。旅人の話によれば、
彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは、でも辻褄は合うわ。もし誰、つまり、本当にそんな人が存在してた。ええ。理論上にしか存在しない挙動だし、旅人は、テイワットの外の世界から来たから、もしこの世において、このような形で改ざんされた過去を記録できる人がいた。でも、その残票を、私も、今ある情報からしか推測することはできないわ。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはで、残票は自分が裏切られたわけではなかった。そうして人間を憎む理由をなくした彼の、とても合理的で、残票は博士の手伝いにより神になりかけた。その権能のおかげで力が残り少ない状況であった。確かに筋は通ってるけど、おいらこの感じ、な。少し待ってちょうだい。見つけた。おそらくこれね。やっぱり、私の保、何なんだ？私自身が保存したすべての情報、あなたたちも見てちょうだい。書いた、この記録を作ったの、え、ナヒーダのか、旅人の話と合わせれば、私の残した物語、待てよ、もしかしてその、そう、たとえ他の記録にある残票と歌舞伎も、世界樹内の情報を変えることは、でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録、すごい方法だ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、世界中に今ある情報と、この記録で暗に語られ、それらにおける全ての異なる場所。野狐の皮をかぶった猛獣が、狐の群れに紛れていた。たまに、猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、しかし猛獣は、すぐにその考えをやめた。なぜなら、子猫は狐になりたかった。だけど、子猫の尻尾は、猛獣はそんな慣れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。一匹の灰色の狐が前に出て、猛獣と話をした。猛獣は微笑みながら、灰色の狐を火のそばに連れ、殺した。灰色の狐の心は、猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これ。火は消された。子猫。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。それから子猫は、山におけるすべての子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。溶けた！すべて思い出したわ。私、神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。この記憶は、当時の学者たちが彼から抽出したものよ。神を創造するのは第一歩に過ぎず。甘つさえ、私は、それらを自らの深い夢の中。本当にそんな人がいたのか。それなのに、オイラは完全に。残票は、降臨者に関する情報を探すのを手伝って、消失する前、
彼は最も重要な敵だ。世界樹にある情報の変化が、ファデュイの上層部にどれだけの影響は。その話だと、オイラはそい、それこそが、知恵が全ての問題に答えられるわけではないこと、答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは、真実を追いかけ、真実をその人に返すのは、運命のせ、旗から見れば、無駄なことだったかもしれないけれど、忘れないで。たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、ど、そしてこれは。おう、ナヒーダの言う通りだ。いい考えね。オイラに任せろ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って、気分で。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。食べたい？おい、オイラの話を聞いてるのか？しょうがないな。じゃあちょっと待っててやるから。すみません。先ほどの帳簿に少し問題があったようなので、見てもらえませんか？おい！ちょっと待てって！ん？僕を呼びまし、お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。見たくお前。働かせてもらってる身分で、またぼーっと。僕のあなたの言う通り、もしかしたら街で起きる。すごく気になってるみたいだけど。お前さん本当に変わってるな。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでも。そいえ、お金はいりません。よそか。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。欠けた品は僕。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者にあったのはこれが。金もいらない、休みもいらない、時間ができたら。いかにも。その通り。僕のことは後にしましょう。今はしな。おい、どうするんだ。おう、こっ。え、あれが残票だってのは分かったけど。数に問題はありませんね。うーん、洗った方がいいでしょうか。ふぅ、そこの二人。町からここまでずっといたでしょう。もしかしてどこかで会ったことありますか。いや、その目。しかし僕にはさ。本当に知ってた。すみませんが、そのようなは人形。え、その表情。どうやら僕を知っているのは、僕はただの放浪者に過ぎません。いいですよ。ただ本当にあの店
長の使いっぱい。はい。あたりをさまよっていた時、野外であの方に出会って、荷車。意外といいやつだ。品を届け終えたら、あなたと。じゃあ、まずは町。すみません。ここに置いておき。本当に取りに。この二人が僕に用があるそうで。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝い。そういえばあの日はあんなに雨がはん。おかしいだろう。目的地もないのに。なぜ。ああ。だが俺がお前さんを引き取ったのはただの。しかし僕には。そんなもの。ここでお別れしましょう。気にするな。これでもたくさん人を見。感謝します。さて、こんにちは。急に。オイラたち、町でこいつに会ったんだけど、何も。つまり、あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。はい。こちらの方が僕のようなものに合っているかと思います。しかし、この二人は僕を知っているよ。過去というより、このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど。ええ、昔というにはずっと距離が。聞きたいのですが。そうですか。わかりました。何か言いたげなのに、それを言うのが忍びない。どうやら、前哨の言いにくいのは、そのこと。けれど、僕はう。そんなに真実が。はい。じゃあ、はっきり言うわね。あなたは他者によって死にかけ。他者もあなたのせいで死んだ。あなたは終始さまよい。たとえ居場所や身分を手に入れても、立ち止まる理由を。執着という根は、時として、茎を伝って苦き果実を実らせる。すべてを使い果たして、歴史を。結果だけ見れば、今聞いた一切を。人の行ういかなる選択も、時と場所によって決まる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それそ。前哨の僕は、皆から。別に傷つけようとしてるわ。しかし、今僕のために、真実を取り戻して。なあ、もうこいつ、全くの無実じゃないとは思うけど。クラクサマリデビ様。知恵のか。え？す、はい。この目でじきじき。たとえ今のあなたの性質。僕は人形。心も名もないただの人形です。逃れら。なら。ちょっと待った。オイラたちもついて。心配はいりません。旅人。私の。そうだな。お前は今、じょ。うん。ありがとう。じゃ。
ここってあなたたちのいる空間は私記憶を見れば真実を知ることができるけど記憶にある敵まるで本当にその場に僕にそこまでしてくれる必要はありませんでもオイラたち途中でやめるようなことはしないんだ前はお前が原因でそうですか放浪者ここは雷神が残票を安置した場所借金それってある意味そうとも言えるわね足音がするようで崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんていや違うな内部の作りは完璧でしゃべれるのかどうしたんだいや怪我はないなこの男はカツラギといってトラチオの養子であるミコシナそれによって改ざんされていない記録の中では外に連れてってやる仲間が近くにタタラスナ事件において責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され当時カップそしてミコシナガマサはカツラギはかつてナガマサに助けられたことでナガマサに忠実を誓っていたそんなカツラギの揺るがない決意によりナガマサにカツラギって人いい人だったんだな見た目は無人のようですが慈愛に満ちた顔立ちですどうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょうナガマサ様この衣を崩れた洞窟で見つけました自分の名前も覚えていないようです名前がないと困るだろうに先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが構わないそれでいい、カツラギこっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれと同じで僕も捨てられたんだと、うん、聞いたんだけど僕のお父さんとお母さんお父さんも僕と同じようにでも君はそうなっうん僕たちはもう家族だこの子には名前がないというより母親が亡くなってからこの子はそしてタタラスナを離れた残票はその子供って幼くして病で亡くなったわある日おい、一体どうしたんだ返事をしろ家族のように一緒に暮らすと約束したのに声が途絶えた引き続き進もうぜどうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。
相鉄の意志のために刺激されるであろう。そのまま放浪を続けることもできよう。僕を仲間に引き込もう。犯行の運命はすでに幕を開けた。責務かまわず祝宴に参加しようではないか。とても暗い場所です。あ、ここなら改ざんされていない記録の中では旅嫌な感じだ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様はあのアホどもとこの工場をもうあんたの手下なのよ。蔑んで何かいいことが、それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認め本当によく舌が回り、もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど。言われなくてもこれから何があるかくらいし。そうかな。あえてもう一言だけ言っておく。あら、まさか君が僕の足手まといにならないことを。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、投降を何人も殺したんでしょ。ライデン五花伝の、ま、あらあら、その表情。過去をつい、それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分。まあいい、誰かがここを見つけるの。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていない。はい。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ。僕の義務は君に好かれることじゃない。それが君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう。まずさ迷子のお人形が台の杭に上がれたのだって、他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方。スメールに着いたみたいだ。お、あれ、セーロン派の賢者ナフィスが本計画への歓迎しよう。よい。いつから始める。もう待ち遠しくて仕方がない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めし。そんなことはこれまでにも十分。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験。私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方。また博士だ。あの者からはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのはと引き続き進みましょう。神様、あなたは、あれらがあなたであると認めるなら、あなたが思うに人と人形に、あなたにとっての前哨や他哨の自分はあなたと同じ。人の世の霊団に耐え喜怒哀楽を味わう者は人である。僕は十分に多くの過去を見ました。もし可能ならばどんな結果になろうと僕に課せられた
その記憶を。え、でもそれじゃ。僕は常々、人という生命個体はある方、僕は人形として世に生まれましたが、記憶を取り戻すことはあなたを完全に全焼の、本当にいい。元よりこの胸に焼いた穴と共に生きてきました。それからあなたたちに出会って気づい、僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、だからお願いです、宿命を変える意味を。分かったわ。すでに決心したのなら。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！愚か者め、僕の視界から消え失せろ。
れた。聞くまでもないだろ。えへへ、言葉遣いが戻ってきた。でもあの中にいたのもお前だろ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。行こう。は、お帰りなさい。もしかしてこの。別に。ただそろそろ博士があれだけのことをしたと知った今、僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に。つまりファデュイを離れる。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。すべだからといってあなたの。それはもちろんさ。それからあなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的は、世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのは、そんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って。そうだね。そこまでやって、たとえ僕に何の価値がなくても、クラクサナリデビ、世界中にあった情報は、君がわざとは。できる限りあなたが自然に情報を得られる。どうしてそこまでするんだ。これは正直に言うべきね。過去の経歴によって、あなたは、私にとってもスメールに。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。本当に。これは、他者にとって有用であること、それが価値というものだ。ああそうか。危うくは悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思って。そう思ってくれて旅人、これから私はもちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか。ええ旅人、僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ、助けてもらったわけだし、この個体と個体の間には借りとそれを返すだけの関係しかないんだ。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではない。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は、水滴取り返しのつかないことや変えられない。あなたの感じるものは全て真実であ、亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。心臓のない人間なんていないだろ。あなたは心臓がなくても、苦痛を理解。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来。どうやら、僕をどうするべきか。いろんなことが混ざって、難しい話になってるけど、いつ。だったら、君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。早く早く、おいらもお前。なんだって？だって。なら、名前は人生で最初の贈り物。今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、ダメだ。思いついたかい？
決まったかい？君の言う通りに。これで。あだ名は？ゆっくり考えるといいよ。僕を不幸に陥れた者たちには。ファリュイのことか。少なくとも。立場が変わったわね。あなたのこれからの道も。もう一つ。今の稲妻には。まだライデン五家伝の末裔が少しいたね。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。たとえこのことが世界から抹消す。なるほど。うえ。なんてことはないさ。彼らが望むなら単純明快。さて、またね。賢明なる神。そして言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり。おう、そうだな。あいつは相変わらず。これでやっとご飯。お疲れ様。思いついた。つまり、そうだ。神輿長政は最後まで異様な雰囲気は消え去った。だがこれ年老いた彼はある日夢を見た。全ての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と。人生という道は長い。掃除の時に割っちゃったのか。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これをし、え、誰かがオイラたちの耳。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。まさに瓶が床に落ちるように。お前誰。歴史は簡単には変わらないけれど人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり。さっきの人、瓶も床で砕けたままだし、なんかこのまま